両号第107潜水艦は、日本海軍の潜水艦、両百型潜水艦の8番艦。1941年の昭和16年度計画により、1941年12月17日、呉海軍交渉で寄港。1942年5月30日浸水。1942年12月26日に、竣工し、二等潜水艦に類別。同日、 佐世保ュ述席となり、訓練部隊である、クレチンジュフクレ潜水船隊に編入された。1943年3月15日、第8艦隊第7潜水船隊に編入。3月31日、両107は佐世保を出港し、4月12日にラバウルに到着。15日、第7潜水船隊は、南東方面艦隊所属となる。十二日、 両107は、ラバウルを出港し、ガダルカナル島東方沖に進出し紹介。5月14日、ラバウルに到着。27日、両107は、ラバウルを出港し、ガダルカナル島東方沖に進出して紹介。6月20日、ラバウルに到着。30日、両107は、ラバウルを出港し、レンドバ島近海に進出。7月6日、 レンドバ島東方沖からの連絡を最後に、消息不明。アメリカ側記録にも記録はなく、艦長のエギ小チ隊以下乗員42名全員行方不明。8月1日、ソロモン諸島方面で防出と認定され、9月1日に除籍された。7月12日、コロンバンガラ島、ベネット東方で、米区畜艦テーラーの砲撃、爆雷攻撃を受けて、 沈没とあるが、実際に攻撃を受けたのは、両101である。ありがとうございます。